皆さんこんにちは。ただいまより第149回日照簿記検定2級の回答速報を開始いたします。担当バレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、早速ですが本日実施されました第149回検定ですね、こちら2級に関する要点用紙ということで、少しお話をさせていただこうというところになります。まずは皆さん、お疲れ様でございました。中にはね3級2級ということで1日かけてね2本本試験解いてきていただいたという方もおいでになるというような状況だったとは思うんですが、まあとりあえずですねここまで頑張ってきていただいたものを本試験の問題の方にぶつけていただいたというような状況でございます。試験終われてですねいろいろ思われるところもあるとは思うんですが、先に事務連絡的なものをお知らせします。私どもレックのホームページの方にはですね、この回答速報のウェブとは別にですね、模範回答ね、回答速報模範回答も合わせて、ホームページアップしております。すでにご覧いただいた方もいらっしゃるかなとは思うんですが、まだ見てないよという方はですね、ぜひそちらの方も合わせてご確認をいただければというふうに思うんですね。でこの回答速報に関しましては、私どもレックが独自に作成したものを皆さん方に公開させていただいているというようなところになります。こんな感じでね、第1問の予想回答こうだよという形で作ってございます。で合わせてですね、今回もこれご要望が多いので、各問題の予想配点、第一問の仕分けはね誰が見たって1個4点なんですけど、予想配点もつけてあります。例えばこれ、第二問、今回結構これ大変でしたけどね、改革金勘定商品勘定等々お作りいただくんですが、おそらく過去の傾向などを勘案すると、こういった部分全記入で一箇所配点じゃないですかという形で予想配点を伏せさせていただいてますね。1個あたり2点だよとかねいう前提で、回答枠は作ってあるというところなんですね。予想配点つけてあるということですね。でただこの予想配点は予想というぐらいでございますから、読んで字のごとし聞いていただいてそのままなんですけど、あくまでもうちが出している予測です。というのも西尾さんの方ではですね、配点箇所自体直接公表はされておられないので、問題の内容等々を勘案すれば、一般的にはこういったところが配点になるでしょうという想定のもと、私どもの3、2級担当の方で、作らせていただいたのがこれというところになりますから、したがってこちらを活用いただいてですね、自己採点をしていただくというような方、特にそうなんですけども、得点に関してはですね多少幅が出ますんで、おおむね5点から10点ぐらい、プラマイ5点から10点ぐらいの幅は あり得ることだというふうに捉えておいていただいた方のが無難だとは思うんだよね。というのも、繰り返しになりますけども、西尾さん自体は正式な配点箇所自体公表しておりませんので、多少今回の本試験に関しては、特に第2問第3問はですね、これは見ていただいて分かるんですけどね、だいぶ希望的観測も含めてつけてるかなっていうところが僕見てても思うんですよ。第3問なんかはね、1点かけ20箇所みたいな形で点数つけてます。なかなか正直言ってこれが本当に採点箇所になるかって言ったら、正直僕は厳しいかなっていう気がしてる。正直ね、あんまり採点箇所増やすと採点ミスも増えるしね、いうところがあるんで、あんまり1点の20箇所っていうのはちょっとね避けたいだろうなっていう気はするんで、そうであってほしいなという意味も込めてですね、配点つけさせていただいてますから、繰り返して申し訳ないんですけども、採点結果ね、こちら模範解答を使っての採点結果というのはあくまでも目安指針であるという前提でご確認はいただきたいいうところになりますから、決して確定的なものにはならないんだというところはですね、まず前提として捉えておいていただければというふうに思います。今回の問題に関してはちょっと配点箇所も振れ幅があるかなという気が僕は個人的にするんでね、
やっぱ5点から10点ぐらいの幅は持ってみておいていただきたいというふうに思いますんで、まあぜひ、そういう前提でですね、こちら回答の方をご活用いただければと思います。で、まあ今日の問題なんですけどね、どうでしょう、まあ、僕も解説の先だって当然ですけどこの問題解きました。で、まあ皆さんもね、実際本番の試験会場で今回のこの問題向き合った時にですね、まあいろんな感覚がご自分の中に湧き上がってきたんじゃないかなというふうに思うんです。で、今日の2級本試験の問題に関してはですね、まあそうだな、一言で言ってしまうとえらい波のある問題であることはまあ間違いなくて、第1問の仕分けの問題、それから第5問の校庭別総合ですね、まあここら辺に関しては基本的にまずちょっと満点取るつもりで今回はやっていただかないと厳しいかないうふうに思うんだよね。まあ第1問は一般的に5つある設問のうちの3つぐらいを死守していくというつもりでやってくださいよと、まあおおむねどこの学校さんでもね、そういう形でお話はさせていただいてるだろうし、私どもの方でもですね、おおむねそういう形でお話をさせていただくことが多いんですが、ただ今日はね、どうしてもちょっと2問3問の兼ね合いがありますんで、まあ正確に言うと234なんですけど、234の兼ね合いがあるんで、ちょっとそうすると第1問とか第5問の次元で大きく失点してしまってるとですね、ちょっと他の問題でそれを挽回するってのはなかなか現実的に厳しいところがあります。ですから、まあ、逆に言うとね、まあ、当然皆さん試験開始の段階で一通り問題をチェックして、でその上でね、どっからどっかっていうことをまあ決めていただいて、で実際の回答作業に入るという流れを取ると思うんですけども、まあどう考えたって2問3問あたりはもうちょっと面倒くさそうだなっていうのは分かるだろうし、4問目もね、これ結構深いんだよね。で、深い問題ではあるんですが、一般的には直接原価計算の、まあ、PL を組み上げるだけで勘定を作るだけなので、まあ本来的な話で、いや損益分岐点分析 CVP なんかをやらせる問題よりは実はベーシックな話ですから、解きやすいでしょと、まあ、いうふうに言えなくもない。ただあんまりこういう問題に慣れてる人は多くないような気がするんです。そうすると、まあ、234あたりで大きく点数伸ばすっていうのは正直結構厳しいと思うんだよね。で、そうなるとやっぱちょっと1問目と5問目は大事にしなきゃいけなかったかな。今日の具体的な、まあ具体的なというか一般的な合格戦略としては、まず1と5、おこれ満点、そうすれば40点で、残りの30点をですね、234、まあ、単純計算でいや1問10点ずつ積んでっていただければ合格ぐらいに乗りますよと、まあ、いうところになりますんで、でもやっぱそういう形にせざるを得なかったような気が僕はする。だから今日の商業簿記に関して、まあ第1問の仕分け問題はどうしても設問の2番あたりはね、嫌いな方も多い波数利息出てはいますけども、ただね、波数利息が出てたってもう波数利息が逆に言えば出るのは分かってるわけじゃないですか。2級の第1問でもう波数利息の論点なんて品質なんだから、古典の論点なんだから、しっかりやれるようにしとこうねっていうことは、まあ、皆さん方直前のね学習期間を通じても多くの方やっていただいているところだとは思うので、まあそこら辺の復習がですねうまく回れば、第1問に関してはもう十分に点数満点を取るということは狙えた問題だったのではないかなというのが正直あります。まああとは目新しいところで言うとね、5番目あたりでリースなんかも出てます。利子抜き法、まあ原則法ですね。で当然これファイナンスリースターって言ってますんで、あの資産計上やんなきゃいけない、リースターも計上しなきゃいけないパターンですから、まあそこら辺の基本の概要が取れ分かってればこの問題も十分計算はできたという位置づけのものにはなるはずなので、まあやっぱねちょっとどう考えてもこの第1問はもう満点近くちょっと狙っていかないと
厳しかったかないう気がするね。で第2問が外貨絡みの論点なんですが、ただこれ単純に外貨の話じゃなくってね、売上原価対立法に基づく勘定記録の知識も併用しなきゃいけない。だから外貨の論点のみならず、その商品売買としての売上原価対立法っていう知識もいるし、まあ、さらには回答用紙が勘定ですから、そういったところもねしっかりと知識をフル活用しなきゃいけないよっていうところもあるんで、意外とねこれ点数取りにくいのかなっていうところはあるんですよ。ただ全部が全部取りにくいわけではないので、例えばね設例番号で申し上げると2-1当期の売上高答えてくださいっていうのありましたけど、売上高はね簡単じゃないですかね。あのこれ問題文見た時に資料2番に当年度における商品売買取引、具体的な商品販売取引ですね、何月何時何個の商品客に売ったって話でございまして、それぞれのお客さんに対する販売数量と販売単価載ってんだから、これ掛け算してってもらえば各回の売上高出ちゃうでしょ。で売上高出ちゃいますんで、それを全部売上出してってトータル出したら、もう単純にそれが当期の売上高ですから。で工藤ですけど、これ売上原価対立法なんでね、売上計上をやっていただいたら同額だけ、まあ売上原価を借方売上原価貸方商品で仕分けをしなきゃいけない。で2段構えの処理するんだけど、面倒くさいのは売上原価の特定であって、売上勘定はこの資料2番だけ見れば容易に出せるわけですから、まあ少なくともまずそのところはしっかり拾ってもらわなきゃいけないでしょうと。であとはね、まあそこは別にいきなりね売上高バッと出しなよって言うつもりもないけども、まあそういう形で出していただきながら、今も触れましたけど主要な論点が商品勘定の記入なんです。でこれ売上原価対立法ですから、商品買ったら借方商品貸方買掛金でしょ、ね、で商品売っ払うごと借方売掛金貸方売上、まず売上計上を出すと同時にですか、借方売上原価で貸方商品減らしていただいて売上原価で記録するという手続きを取らなきゃいけない。そうですよね。でその2段構えの仕分けをやんなきゃいけないんですが、今回皆さん方注意事項のところで明確に指示があったんですけども、これね棚卸資産の払い出し単価の決定は移動平均法でやんなよ、指示がありますから。だから移動平均法でやれってことは、商品売っ払うこと、その段階で移動平均法で把握した原価を持って売上原価の特定しなきゃいけない。じゃあその時にどうやって問題解くんだっていうと、これもうねしっかり確認していただかなきゃいけなかった、まあ内社勘定を書き始めて気づくと思うんですが、これ与えられている資料の1番が輸入関連取引、まあ、この中に商品仕入れのデータが載ってます。具体的には1月1日の前期繰り越しをスタートとし、次に仕入れやってるのが4月30日でしょ、で次に仕入れやってるのは11月1日でしょ、で次に仕入れやってるのが11月1日まであって、で12月末決算だった話ですから、当期中に商品仕入れ2回やってるのね。だよね。でその2回仕入れやってんだねって事実を確認したら、資料2番で載っている商品販売取引を見ていただくといいですか。これね一番最初の商品ってのは1月31日に A 商会に売ってるんです。ということはどういうことかっていうと、これね売上に関する一連の仕分けを順を追ってやってっていただかないと、その時点その時点での売上原価の特定できないでしょ、移動平均法ですから。ってことは何が言いたいかって言ったら、これ資料1番と資料2番は交互に見るんですよ。わかります。資料1だけバーって考えて仕分けやるとかってのは絶対できないはずですから、資料1番を見て資料2番を見て日付順に仕分けを追っていくイメージです。そうすると1月1日前期繰り越し分の商品がまずあって、でその上で次にアクションを起こすのがあったら資料2番の1月31日 A 商会に対する販売ですから。ってことはその段階で皆さんが在庫として持ってるのは1月1日の前期繰り越し分しかないんだから、前期繰り越し分については単価1000円が2000個なんでしょ。ってことはそのうちの1000個が A 商会に販売されるんで、売上原価いくらですか、1個1000円が1000個売れますよ、だから100万ね、把握できるじゃないですか。でその段階で在庫商品は1個1000円の商品が100個だけ残る、1000個だけ残るでしょ。1000個だけ残るよってのが1月31日販売時点の話ですから、それがなされた後次に資料1番持てれば4月30日に追加で仕入れやりますんで、でこの追加仕入れをやった段階で、まあ当然まずは借方商品貸方買掛金やるんだが、その後に移動平均法ですから平均単価の計算やっとくんです。単価いくらの商品が4000個残りますよと、前月繰越分の1000個と今買ってきた3000個は合わさりますから全体4000個でしょ。
でそこで原価の把握をやっといてもらう。4月30日の仕入れをやった段階で平均単価を求めてもらって、単価いくらだよって把握をしておかないと5月15日の販売と6月30日の販売に関する売上原価が出ないんですよ。だからもうこれはもう資料をちゃんと日付順に追わなきゃいけないんで、まずそこに気づいてもらえるかどうかじゃないですかね。でそこに気づきながらしっかり仕分けを順を追って立てていけば、当然改革金勘定の記入なんかにも関連してくるしね。で直接関係ないけども、まあ、機械購入して未払い金立ちましたとかもありますから、そこら辺だって時系列のデータを追っていくことによって過程は全部示せるでしょお話でございますんで、まあそんなところをねちょっと読み取っていただきながら作業手続きっていうのは進めないといけないよという話なんですね。でちなみにですけど、これ改革金について一番最後に商品シリアの11月1日ですね。で11月1日だよという前提がある。でまあ商品の輸入分もありますけどね、何が言いたいかというと、11月1日の段階で改革金が追加で計上されたりしますよね。でこれ12月31日期末決算迎えますよね。で期末決算迎えると何やるんですか皆さん。期末の段階で残っている外貨建ての改革金とかね、外貨建ての未払い金、機械購入に伴って生じたでしょ、こういったものは いわゆる金銭債務ですから、決算日のレート、決算日レートを使ってこれ換算替えしますんで、でその換算替えのとこまでちゃんと読み取って仕分けを考えておかないと、これ回答要求項目の後半に為替差益か為替損答えるでしょ、そこに影響しちゃいますんで、だからちゃんとねそこら辺の設問意図というものを汲み取ってですか、まあ、改革金勘定なんかそのまんまね回答枠があるからあんまり問題ないかな、勘定があるから問題ないかなとは思うんですけども、しっかりと改革金の期末の残高、外貨ベースでいくら残ってて、でこれを決算日のレートで換算やりますといくらになるよ、 CR 換算替えってやつね、この手続きまでを皆さん方には今回やっていただかないといけないというところになりますから、まあ、当然の解釈としてそんなとこやってくださいねっていうところまで求めてきてるん である意味厳しいと思うんです。なら比較的容易にちゃちゃっととまで言わないけどね、比較的容易に点数取れるでしょっていう部分で言えば、機械装置の貸方側に記入していただく原価衝撃、今回直接そうですからね、まあ、これと当期の売上高、まあ、この2つと、まあ、あえて言えば改革金の貸方側前月繰り越し、前期繰り越しもちょっと配点箇所も今回してあるんで、まあ、本当にこれが配点箇所するならばここもね、点数にはなるのかなっていう気はするんですが、まあそこら辺をまず締めていただくと、だその上で部分部分でね点数を徐々に上乗せをしていくというところが必要だったかなと思います。でちょっとこれね回答用紙の設定自体もまあ意地が悪いなっていう気が僕すげえするんですけど、これね回答枠の括弧2番損益の金額だっつってて、当期の為替差損がいくらで当期の為替差益がいくら答えなさいっつってるんですね。でまあ回答を見ていただいて分かる通り、これ為替差益はないんですよ。だってこれさ皆さん基本的に期末の段階でいわゆる CR の換算替えね、決算日レート使って換算替えやったりする対象ってのは外国通貨と外貨建て金銭債権債務しかない。今回改革金なんかはその対象にまずなるよ、それはさっき言った通りなんですけど、改革金はね当期中に発生したものは当期中に決済されてる部分もあるでしょ、決済の段階でも為替損益出るんですけど、これね一つこんな見方ができるといいかなというのが実はあって、これさ例えばですよ、与えられてる問題資料を見た時に、改革金が今年生じるのって4月30日だね、で輸入したでしょ、でこの段階で3万ドル分の掛け仕入れやりますから、その3万ドル分を当時のレート4月30日の為替相場1ドル108円でまずは換算すると、で仕分けするでしょう。でその後にですか、7月31日に改革金支払いするんですが、改革金支払い日の為替相場って1ドル112円になってるんです。何が言いたいかというと、取引発生日が108円だったものが改革金払う時に112円まで円安が進んでます。で円安が進むということは外貨建て金銭債務についてはその分だけ円ベースの支払いが増えるってことですから、そうでしょ、だって取引発生の段階では108円払えば1ドル払ったことになるんだと、こんなイメージじゃないですか。でそれが112円払わなければ1ドル払ったことにならないんですって、こういう話ですから、
円ベースの支払いが増えちまうんで、まあ、この場合円安進行すればするほど円ベースの支払い増加しますから為替差損が立つんですね。わかります？で、他のものも同じ関係性になるんですよ。他のものも全部一緒なの。例えばね、11月1日ね、皆さん方機械装置買ったでしょ、3ヶ月の後払いだと。で、買った時、機械装置買った日の為替相場で1ドル114円なんですけど、決済する前に決算入っちゃうじゃん。じゃあ決算見ろ為替相場って言ったら、やっぱり1ドル120円なんですよ。何が言いたいかというと、今回ね、買掛金も未払い金も全部取引発生日のレートに比べて決済日であったりとか決算日のレートってのは全部円安なんです。ですが、取引発生日に比べると買掛金払った時とか期末決算日のレートは全部円安に触れてんの。円安に触れてるってことはもう一律金銭債務に対する話ですから、買掛金だろうが未払い金だろうが金銭債務でしょ。ってことは円安が進行すればするほど円ベースの支払いって増えるんですよ。ってことはもうこれ為替差損しか立つわけないんです。為替差益なんつうものが立つ余地がない。だからそこの部分についての金額算定はいらんだろうという解釈をしなきゃいけないね。だそういう意味では、まあ、ちょっと現実的にかなり厳しい枠があって答えねえのかって話ですから、あー、これは少々厳しいところもあったかなっていう気はします。だせめてね、不要なね回答欄にはハイフン入れなさいとかゼロ書きなさいとか、ちょっとなんかそんな感じの指示入れてくれりゃね、そうだな、指示入れてくれれば何の悩むこともなかったような気がするんですけど、何も言ってねえからさ、ちょっとそこはね、少し悩んじゃったかないう気はするんですが、まあでもこれ結構めんどくさいからね、ちょっと大きく点数伸ばそうって言ってもそれは少々正直厳しいんで、まあまあ本当に半分ぐらいなんでしょうね。できるところを確実に埋めていくと、だから買掛金勘定であったりとか機械勘定であったりとか、であとは冒頭言った売り上げね、こんなところは比較的容易に回答ができるわけですから、まあそういったところをしっかり攻めていくということが大事だったような気がします。で、次に第3問本支店会計なんですが、これねちょっとどうかなっていう気が僕個人的にしてるんですけど、わざわざ問題文でもご丁寧に太字にしてるから問題ないとは思うんですが、まず大前提いいですか、これ今回作るのこれ本店の損益勘定ですから、本店の損益勘定だってことは基本的に本店の費用収益しか書かないですよ。支店の費用収益は支店の帳簿上に設定される支店専用の損益勘定で算定されますんで、でしょ、だこれとは別にあるんでね、だ皆さん基本的にこの損益勘定に書いていただく仕入れとか売上とかあるでしょ、全部本店のデータだからね、支店のもの書かないでよ。でその上で何が論点かっていうと、もっといや、なんでじゃあ支店の決算整理事項載ってんだっつったら、これなんですよ、損益勘定貸方側に支店から持ってくるよって意味で20万8250円だんじゃん、これなんだっつったらこれ支店独自の登記純利益なんです。だ皆さんは今回支店の決算整理事項言ってるよね、言ってるから計算用紙にこんな感じのね支店の損益勘定を作ってもらって、決算整理後の費用収益、支店の費用と収益だけバーってそこに集めると支店の登記純利益が出るじゃない、それを本店の損益勘定に移しなさいと。まあ通常は総合損益勘定ってところを作って移すんですが、今回そのまま損益勘定を移すってことなんですね。だからその前提で考えると、もうこれは皆さん方賢明な方々はご判断いただけたとは思うんですけどね、結論から言うと第3もこんなん捨てですよ。支店独自の利益なんていうのはもうよっぽど時間余っちゃってやることないやって人がやればいい話なんで、だからもうこれは捨てです。支店独自の登記純利益は出ません。で支店独自の登記純利益なんか出ませんから、これ出ません。ってことは繰り越し利益上記に振り返る最終利益も出ません。いいんです、出なくて、こんなもんに時間が無駄だから。だからまあせめて名前ぐらいはね分かれば書いておいてもらえればいいのかなとは思うんだけども、ですか、もうでもこんなん花から捨てですよ。じゃあどうすんのって言ったら、もう純粋に本店の決算整理だけやって本店の費用収益だけどん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 書いていこうぜと。支店のデータなんて関係ないから支店のデータなんか無視だと割り切っちゃったのは良かったですね。でそうすれば、まあ、今回の予想配点はちょっと極端な形にはなってますけども、まあ10点ぐらいは十二分に確保できたと思います。何が言いたいかっていうとね、これはもう見ようやりようだし、どっちかっていうと試験のためのテクニック論にはなってしまうんですが、本店と違ってですね、支店の損益勘定をいちいち回答用紙に作ってですよ、
で支店の決算整理一生懸命やってですよ、一か八かで求まるような当期純利益なんか出すだけの時間が無駄なんでね。だから基本的にはもうさら捨てだなとね。じゃあそれ以外のものをしっかりやろうという判断ができたかどうか、あそれが極めて重要。ただ僕これ個人的にものすごく怖いのが、こんだけ支店の決算整理事項を載ってると何にもやんないっていう選択肢を取るっていうのはやっぱ受験生にとっては怖いんだよね。で受験生さんにとってはそういうのは非常に怖いからね、えやんないわけにはいかない、だからやろうと。で仮にやったとしてもね、本店の損益勘定と支店の損益勘定別だよってちゃんと分かってればいいんですけど、ちょっと一番怖いのはやっぱね、支店の決算整理後のデータと本店の決算整理後のデータ足しちゃってないかなっていう怖さがあるんですよ。でこれ PL じゃないからね、損益勘定ですから、合併 PL とかだったらそれでいいんですけど、本店と支店足したといいんですけど、つか足さなきゃいけないんですけど、これ損益勘定の話なんで、ちょっとそこはですね、まず根本的な読み取りというものをしっかりとしなきゃいけないよという問題にはなってるというのが本文の趣旨ですね。でさらに第4問、これもきついなっていう気がするんだけど、できました。この問題ね、悔しいけどって言ったらあれなんですけどね、問題としては別に僕何の問題もないと思います。純粋な2級の問題だとは思う。ただこういう聞かれ方をした時にどれだけ対応できんのかなこれっていう気が僕しててね。まずまあこれ鹿狩り品勘定だったら鹿狩り品勘定作った上でね、直接原価計算方式の損益計算書を作りなさいよと、まあこういう問題上の指示になってるわけだね。そうでしょ。でちなみにまあ当然この鹿狩り品勘定も直接原価計算方式で作るんですよ。それはまあ直接原価計算に基づいてですか、作業手続きを取るっていうのはよいしょこんなんだね。ワン回答ベースでいうと鹿狩り品勘定借り方、これ変動製造完成時のみが振り返られてるでしょ。もしこれ仮にですよ、全部原価計算で鹿狩り品勘定を作れっつんだったら、当然ここ変動製造完成おかしいでしょ。製造関数は全てですから製造関数ですよ。言ったからです。固定製造関数もひっくるめて製造関数全体を鹿狩りに振り返らなきゃおかしいでしょ。ただ直接原価計算は別名部分原価計算といって、固定製造原価は製品製造原価ではなく期間費用なんですよ。ですから製品製造原価が算定なされる鹿狩り品勘定に固定製造原価の振り替えはないんですね。ってことはもうここ鹿狩り品勘定自体も直接原価計算のそれで作れという判断です。でその上で皆さん方は当然直接原価計算の PL 作る。でその時にもうこれ原価債とか出さなきゃいけないんでね、まあただ原価債自体はこれ変動製造関数は直接労務費消費高の 40% 予定配布するんだ言ってますから、まあ予定配布高をしっかり計算していただいて、まあこれはできると思うんだけどね、直接労務費が出てれば。ただ実際製造関数を皆さん自分で集計する。で実際製造関数、正確に言うと実際の変動製造関数を集計するんで、本文の場合には間接工賃金消費高、それから電力量、この2つだけで、その2つの実際消費高と予定消費高を比較すれば差異が出ますよっていう問題ね。でその上で固定製造原価、すなわち製造固定費と呼ばれるものは、与えられている問題資料のうち、工場従業員給料、保険料、原価消費費その他ございますんで、まあこういう類のものを一通り全部入れてくれという形になります。ただまあそもそもね、どうしても直接原価計算っていうのは損益分岐点分析を主軸に勉強されている方が多いので、CVP はですね比較的こう定型的な作業手続きで問題が解けるっていう特性があるから、パターン化してしまう論点だと思うんだよね。だから現に昔からある問題の出し方ですけど、全部直接の比較とかね、全部原価計算の直接原価計算の違いが分かりますかみたいな比較検討の問題が出てくると、途端にやっぱ正答率下がるんですよ。で今日は別に全部原価計算の比較は入ってないけども、この問題のコンセプトっていうのはね、直接原価計算の何たるかをちゃんと理解してますかと、結局直接原価計算はどういうコストをどういう形で集計することで、どのように損益計算書を把握し、もって短期利益計画の策定に役立てるのか、その基本コンセプトが分かってますかっていうことを問いたいというのが多分試験の先生のお考えだと思うんです。で僕はですね毎回このところずっと検定試験のところ文句ばっかり言ってたんであれなんですけど、
ちょっとね、今回のこの第4問は難しいと思うんだけど、問題としては多分非の打ち所がないような気がする、まあ、僕は必ずしも管理会計の専門家ではないんであれなんですけども、僕この問題見た時にちょっと正直言ってね、いや、まあ、言い方があってのかどうかわかんないですよ。僕みたいな人間がそんな偉そうなこと言うつもりはないんですけどもね、片や偉い偉い先生ですから、やられたなっていう感じが正直した。僕は悪い問題じゃないと思います、ね、いい問題だと思います。ただいい問題なんだけど、こういう問題はちょっとやっぱ上辺で抑えてしまうと解けないですね。もうことの本質がちゃんと理解できてますかということを問う問題なんで、そういう意味では僕すごくいい問題だと思うんです。でこれすごくいい問題なんだけど、ただじゃあそれが受験生さんにとって解きやすい問題となってんのかというと、そこはまたちょっと別の次元だなっていう気はするんですが、でその時にちょっと問題としてどうなのよっていうのがあればね、僕もね非難めいたことも偉そうですけど言うんですが、ちょっとこれはね非の打ち所がないですね。僕は個人的にですけど、この問題を大きく否定するのはちょっと難しいです。両問だけど、まあやっぱりよくお分かりなんだな試験の先生はっていうのが正直な感想で、いいとこついてるんですよ。上辺でやってるとこうなるんだよ。だそうじゃない勉強してる人にとっては楽でしょ、ね、楽でしょ。でもね、形ばっかりに走ってしまってるとこういう聞き方した時分かんないよっていうことまで考えさせるような問題でした。一般論で言うと、まあ受験生さんにとっては正直ちょっと厳しい問題だと思います。で厳しい問題だとは思うんだけども、こう来たかっていう感じがね正直僕はちょっとしました。まあ逆に言うとね、まあ、これぐらいのものだったらちゃんとできるよという方が大勢いらっしゃっていただけると、僕としてはね、余計な心配で、よかったよかったで済むんですけど、でも僕個人的にはちょっと心配ですね。こういう問題になった時にどこまで冷静にできるかねと、冷静云々というよりも根本的にこれに手を出せるかねというところまで正直僕はちょっと不安があります。だからまあまあ少なくともね、今の話じゃないけど、もう直接原価計算 CVP に絞って形一辺倒でやってますよみたいな受験対策を取ってる人にとってはちょっときついだろうね。だからおそらくまあ独学者の方々とかにとっては第4問はちょっと厳しいと思います。まあまずパターンが違うしね、まぐれあたりをするような問題でも基本ないと思うんだよね。だからちょっとやられたなっていう気はするんだよね、まあ、やられたって表現が合ってるかどうか分かんないけど、でも本当にそういう感じはした。ちょっとこれはね文句言えないんだな、率直に。で僕の感想ですよ。まあ当然管理会計とかにねお詳しい先生に言わせればこんなのおかしいとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ただ僕はでもこれはちょっと否定できないな。そうだろうな、そうきたかと、ギリギリのラインだけど結構際どいラインだけどちゃんとやっぱり従来の2級の範囲に収まってるんですよね。従来の2級の領域の中に収まっちゃいるような気がするんです僕は。だからいい問題なんだろうね。でもそれが受験生にとっていい問題とは限らないね。それがちょっとジレンマだけどね。まあそんなところを強く思った次第です。で第5問に関してはまあ工程別でございますんで、これはねちょっとまあ第1工程も第2工程もどっちも子孫字ですか、含まれますよというような形態なので、まあでも今の試験員の先生のお考えというかほどのもんじゃないですけど、今の試験の傾向を考えればまあこれぐらいのことはあってもね別に驚かないかなという気はする。ですからまあ逆に言うとこのやっぱ第5問は本当に基本問題と言えるともう僕思うんだよね正直。で子孫自費の負担関係なんかも明確に言ってくれてたりもするんで、ちょっとやっぱこれは満点取らないとね。で逆に言うと、もう今後ね2級の問題のちょっと今特性を見た時に、こういう総合原価計算なんていうのが出題されてくる時はね、
軒並みちょっとそこで満点ぐらい取っていかないと現実的にちょっと厳しいんですよ。だからもはやこの総合原価計算、まあもう本当に計算ばっかりだからね、嫌いな方も多いんですけど、でもちょっと嫌いだとかやりたくないとかで済む次元ではもうなくなっちゃってるよね。だからまあそういったところでしっかり点数が取れたかどうかっていうところでね、まあ差がついてしまったような気がします。ということで、まあおおむねもうお時間でございますからこれぐらいにさせていただきますけど、まあ今日の試験はですね、どれぐらいの率になるのかなっていうのをさっきもいろいろお話をしてきたんですけどね、うちのスタッフと、まあいろいろ数字の幅ありますが、僕はまあおおむねですけど希望的観測も含めて25ぐらい、意外と、まあ、商業簿記の分野、第二問第三問も戦ってくれるんじゃないかなという気がするんで、まあ 25% 前後、逆に言うとまあ30とかっていうのは正直きついと思います。だちょっと前回等に比べればやっぱり率は低めだと思うんですね。でただまあ三人級の担当の中にはですね 20% 割るんじゃないかっていうふうに言ってるものもいましたが、まあただ前回とかもね、皆さん受験生さん一生懸命頑張ってくれて難問だったけども、それなりに率を残したという事実もあるんでね、まあ僕は皆さん方に期待をして25ぐらい、期待するんだったらもっと高くてもいいのかもしれないですけど、でもやっぱ難しいですよ。ちょっと対応しづらいところがあったんでね、25から、そうだね、まあ、25前後いうのが一つ多分全国合格率の目安になるのかなという気がします。まあいろいろねお感じになられるところもあると思います。一生懸命準備をしたにもかかわらず、その自分の準備の内容と本試験の内容が合わなかったというような方もいらっしゃるでしょうからね、まあいろいろ本当に思われるところもあるとは思うんですけども、まあ、何してもね、ちょっとここ1週間ぐらい特にそうだと思うんですが、試験前かなり無理して勉強されてるはずなんで、まあ疲れも溜まってる時期だと思うんですよ。で今日あたりはね、試験においては少し有利かなというところもあって、僕なんかもツイッターとかでね、だいぶ過ごしやすい陽気ですねなんて話は歌ったんですが、ただ逆に言うとね、昨日あんだけ暑くってですよ、東京非常に暑かった、で今日はもう急に涼しいですから、でこれまでやっぱり緊張感もあるからね、試験に向けての緊張感もあるから、ずっとやってこれたっていうのもあってもですね、今日試験終わればね、これまでの疲れもあるんでね、一気にそれがどっと出てくると体調崩したりっていうのもあるでしょうから、まあどうしてもどんな方でもね、ここに至るまではちょっと 2、3日、特にここ1週間ぐらいは無理されてるところもあると思うんでね、まあ、今日はちょっと早めに休んでいただいてね、心身ともリフレッシュをして、で明日以降ね、また少し今日の問題の得点状況の確認をしてみるなりなんなりね、やっていただくという形で、お願いしたいと思います。でまあなかなか厳しい状況かなというところは正直思うんですが、まあ、ただね、試験とりあえず一体終わったものなんで、また次のクールないしはワンステップ上の税理士とか一級とか、次のステップなんかも見えてくる時期でもあるんで、一応ですね、こんなご案内も一応入れてくれと言われたんで、今月の末ですね、6月30日7月1日私どもレックでは、これ各本校レックの校舎限定なんですが、校舎でね小学生試験やります。でまあ本試験ほど難しくはないですけどね、今回のね、試験をちょっと受けていただいて、でその試験の得点状況によって割引クーポンを差し上げるというイベントです。だから必ずしもよいしょ、試験受けたら申し込みをしなきゃいけないとかっていうことではありません、そうじゃなくてね、まあ、権利としてお持ちをいただくと、で100点取っていただければ 100% 割引ですが、まあ、ただで、受けていただく部分もあるよとね、いうものでございますから、まあもしですねご興味があれば、詳細はホームページの方にも載せさせていただいておりますんでね、こんなものちょっと一つ検討していただいてもよろしいんではないかというふうに思います。はい、ということでございましてね、以上をもちまして、本日第2級に関する回答解説会は終了とさせていただきます。皆さんお疲れ様でございました。